物のパーク代官山に着きました。寒い、とにかく寒いんですけど、まあ、もう12月ですから当たり前ですね。今日はここに泊まるトレーラーハウスがあるっていうので、もうとっても楽しみです。行きましょう。まあ、代官山公園っていうことで、まあ、ちょっとこの何でしょう、広いスペースにこうトレーラーハウスだったりドームテントだったりっていうのがこう点々と、まあ、点在というかちょっと並んでいるような感じで、あのちょっと今暗くなってきてるんですけど、イルミネーションがされていて、それもすごく雰囲気がねあるんですよ。なのでもうちょっと暗くなったらよりいいムードになるのじゃないかなと思って、それもすっごく楽しみです。いや、今回このパーク代官山なんですけども、チェックインが事前にチェックインできる形になっていまして、まあ、メールが来るんですけども、それでチェックインをするので、もう着いたら管理棟とかそういったチェックインとかの作業が必要なくて、すぐにその泊まるところに行くことができるんです。いや、ちょっと今雪が降ってるので、雪がうっすら積もってもいて、なんだかそれも冬を感じさせて、このなんか寒さもいい雰囲気を出してくれてますね。あ、見えてきました。あれがトレーラーハウス。わー、かっこいい。黒い建物。あ、トレーラーハウスってこういう感じなんですね。なんかこう下にちょっと車輪じゃないですけれど、そう浮いていて、で、あ、フェンスにイルミネーションがあって、あ、ちょっと中行ってみましょうか。なんか暖炉みたいなのがある。暖炉じゃないけど暖炉みたいなのがある。わ、おしゃれー。なんかこう何かの芸能人の探索番組に出てきそうなお家です。すごいな、もうまさにお家。あ、じゃあちょっとこちらの番号を押して入る。ここに鍵が入ってるんですよね。というのでちょっと押します。暗号を入れます。おお、鍵が入ってた。リリーン、鍵ゲットしました。じゃあこれでこちらのお家に入ります。では入ります。じゃじゃん、じゃじゃん。お、あったかい。そして、うわ、なにこのおしゃれな空間、すごい。え、で、あ、こっちがお部屋。すごいすごい、これなんか最新型の暖炉って感じですね。これ実際の炎だ。うわー、おしゃれー。照明がまたおしゃれですよね。ここにキッチンスペースがあるんですけど、もう家電も、もういわゆるおしゃれ家電ですよ。バルミューダのオーブンレンジと、あとポット。ここでだからお料理とかもできるし、でもう本当に家みたいな感じでゆっくり過ごせる。いや、もうまさにこれ、まあ、一人旅でももちろんいいんですけど、カップルとか家族とか、いやー、絶対楽しめると思います。いや、この今ある暖炉なんですけど、いやー、そう、この影響もあってか本当にすごくほんのり、あの部屋全体が暖かくなる感じがして、いやー、このなんでしょうね、直接火を見ながらこの暖かさを感じられる、最高ですよね。ちょっとベッドの方行きますか。2つ並んでますよ、ベッドが。すごいな。ちょっとこう小上がりというか、階段を上って、ちょっとこうなんでしょうね、高い位置にあるので、なんとなくこの空気もあったかい感じがするし、あの窓から見えるのもちょっと夜空が見えそうなので、なんかこのベッドのところでね、ちょっと壁に寄りかかって座りながら夜空見たりとか、すっごくロマンチックですよね。これ何だと思いますか。もしや、もしや、もしや、じゃらーん、さようなら。すごい、プロジェクターだー。
くないですか。お、すごい、あの入り口にあったベッドのところなんですけど、ベッドの2階から上に天窓があって、夜空が、夜空というか空が直接見える窓があるんですよ。いやー、これすごい夜絶対綺麗ですよね。あー、ちょっとなんか暗くなるのが楽しみです。あ、ここがお風呂場と、あ、すごい、中のお風呂だけじゃなくて外もある。しかもあのお風呂は外はジャグジーですよ。いやー、これ最高ですね。すごい、なんか外国のお風呂みたいな感じ。シャワーが、だって日本のシャワーの形じゃないもん。なんかこの、なんて言うんだろう、へー、すごい。で、大きい湯船があって、この中でだからちょっとこう、なんでしょう、シャワー浴びながらみたいなこともできるし、で、ちょっとこの外の動線もすぐなので、ちょっとシャワー浴びて露天風呂感覚でちょっとジャグジーに入るみたいな、そんなこともできそうです。すごい、アメニティも全部揃ってます。あ、すごい、このコップとかだけじゃなくて、あの女性には嬉しいヘアアイロンとドライヤーもしっかりある。これはポイント高いですね。あとタオルと、とすごくおしゃれで、全部がこう白と黒をここは基調にしていて、モノトーンで、いやー、なんかかっこよくておしゃれですね。